母が守ってきた100年以上の歴史がある大槌町の老舗旅館。母が自慢の旅館がなくなったんだって、その旅館を、私の代で終わらせることはできないって。その旅館は大津波で被災、さらに震災直後発生した火事で炎上、全てなんかなくなってしまって、これがうちって、私の本当のうちなのって。それでも4代目おかみは再建に向け動き出した。しかし母を助けてやれなかったっていう、なんかまた自分をこう責めるような懺悔の毎日。震災の当日はどんな状況だったんですか？当日っていうか、私はうちの母が盛岡の病院にちょっと脳梗塞で入院してましたので。当時おかみだった母が入院中で盛岡にいた京子さん、震災直後旅館を心配しタクシーで大槌町へ向かった。6時間後なんとか大槌へたどり着くが、町は炎に包まれ、自宅でもある旅館へは近づくことさえできなかった。数日後バラバラに避難していた家族と合流、ご主人と子供たちは無事だった。3週間後立ち入り禁止が解かれ旅館へ向かう。家族が目の当たりにしたのは痛ましい姿に変わり果てた我が家だった。家族の思い出がいっぱい詰まってるうちだったし、お客さんとの思い出もある旅館だったの で母が自慢の旅館がなくなったんだって。大槌町で最も古い旅館として100年以上にわたり受け継がれてきた小川旅館、跡継ぎとして大事に育てられ3代目の母と一緒に守ってきた。そのすべてがこの震災で奪われようとしている。避難所暮らしの中、京子さんは旅館再建のことだけを考えるようになっていた。避難所ではもう喧嘩状態ですから、もう無理だべだって、無理だったって、なんとかなんないのとかって言われてね、状況を見ればどうしようもないんだけども、まあ、彼女としては何とかしてほしいと。釜石市で設計士として働いていたご主人は、被災地復興に向けた建設事業で大忙しだった。旅館をなくし避難所暮らしの中、家族はすれ違っていった。営業許可書とかっていうのが旅館やるとか商売やるとありますよね。その営業許可書どうしたらいいんですかって言ったらば、保健所にいたらば建物がないので廃業届出してくださいって言われて、で廃業届出したんですよ。その瞬間に終わったって思ってしまったんですよ。だからもう死にたいっていうふうに思うようになって。本来あった旅館の場所は危険区域とされ、旅館を再建することはできなかった。大震災発生の2011年ももう終わるというその年の暮れ、民宿やってる人がグループ補助はあるんだけども、小川さんどうですか、一緒に組みませんかって言ってもらって、あちらもやりたいっていうふうに言ってたので、私たちもやりたいから、じゃあ一緒にやりますっていうことで。ご主人の協力もあり、町内に仮設として土地を見つけ建設を開始。母が守ってきた小川旅館の再建。ところがその2ヶ月後、旅館始まったらばここに連れてきて自宅介護もありだねって言ってる矢先だったから、亡くなったのが。母と一緒に迎えることができなかった再建。それから3ヶ月後に仮設旅館は完成した。完成後食堂に京子さんが一人でいると、食堂にこう座ってる時に京子って声聞こえとったんですよ。でなんかそしたら、しっかりしなさいよって言われてるような気がして、あこれではダメだって。
お母さんが私にしっかりしろって言ってるんだから動き出さなきゃダメだよなって。4代目として旅館を再開した京子さん、旅館の再オープン後、母の偉大さを改めて知った。母の大変さが分かりましたね。今はこう忙しい状況なので、その気配り目配りっていうのがなかなか母のようにはまだできてないんですよ。旅館は部屋数14室、最大およそ30名が宿泊可能。常連さん以外にも現在は震災復興の建設関係者、ボランティアの方々などで予約が絶えないという。かなりこう生き生きしてますね。もう避難所暮らしずっと長い間は何も手につかずに、もう中途半端な状態、旅館やることで、自分の意思で自分の考えで全て行動するということであれば、本人かなりこうやりがいがあると思いますね。小川旅館の自慢は何といっても岩手の食材を使って作る季節料理。もう遠くはもう宮古の方まで買い物に行きますので、宮古釜石、はい、あとは町内で調達できるものは調達しますけど、はい、あとはもうその旬でウニの時期、イクラの時期、カニの時期っていうと、もうそれを出すように心がけてるので。母が守ってきた小川旅館、京子さんはその思いを受け継ぎ、大震災を乗り越え再建した。目標は母ですね。慣れればいいですけど。